待ってなんか外がすごいことになってそう。誰かが村の内部で戦闘していたようです。あれは特級呪術師の下等さんだな。で待って目の前になんか落ちてるんだけど、結構特殊そうな感じのアイテムだけどなんだろう。あれ、玉剣って伏黒めぐみの式神じゃなかったっけ。特殊の影防術が使える伏黒めぐみの術式を手に入れました。まさかのめぐみの決起術。ちょっと待って下等さん呪霊操術してる。え、これ伏黒めぐみの術式ゲットしたけど、もしかして使える感じ？使える感じですよ主さん。それじゃあ早速伏黒めぐみの術式使ってみます。玉剣。うおー、うまくいった。あれって敵モブに攻撃してくれない感じかな？そしたら私がゾンビ倒しますけど。押しフトと右クリックで戻せるんだね。他の式神も出せるのかな？お、ヌエとか大蛇も出せるじゃん。腕章も出せちゃうのか。ちょっと待ってヤバいやつも出せるじゃん。名前長すぎて主さんのハートに隠れていますけど、ヤツカの剣以会心章マコラも降霊できるみたいですね。召喚したら絶対にヤバいやつ。両面スクナの指をもっと取り込んで、スクナの力がもっと強くなったら戦わないと普通に負けそう。そしたら、いろんな式神を出してみようか。ヌエ。雷を使う式神を召喚できました。さあヌエよ、このクリーパーをワンパンできるんですね。なんで私攻撃してきたの？まさかの裏切り。主さん、まだ式神を重複できてないみたいです。召喚した式神を仲間にするために、まずは倒さないといけないです。なるほどそういうことか。伏黒めぐみの術式を手に入れてまずやることは、式神を倒すことからなんだね。ヌエが滑空してきたタイミングで打撃を与える。体力はそこまで高くないので、数発当てれば倒せそうです。待ってなんだ今の黒い雷は、今のが模した黒線。しかし、実績が解除されてないので、今黒線が発動したのはヌエの方でしょうか？ヌエも黒線発動できるのかよ。私まだ黒線発動できてないっていうのに。押し、ヌエ重複完了。これで主さんを襲うことはなくなりました。玉剣と、ヌエを使いこなせるようになったってことか。おー。ヌエが主さんに従ってくれるようになりましたね。式神と一緒に戦えるようになるのはめっちゃ心強いね。ヌエに乗って空を飛ぶこともできそうだったけど、どうやら乗れるところまではいかないみたいです。次は大蛇を呼び出そう。この大蛇も一度倒して、重複しないといけないですね。この大蛇は消費呪力150で呼び出せる。消費呪力が高いほど、式神のステータスが高い感じだね。大蛇は、ヌエよりも HP が少し高いですね。おし、これで大蛇も仲間になった。さあどんどん重複していきましょう。次はガマ、カエルの式神だね。この式神も、特に特殊な攻撃はしてこない感じかな？直接攻撃タイプの式神ですね。お次はダット。耐久力はかなり低いですけど、それを数で補うのがダットです。ちょっと、ウサギの大喧嘩始まってんじゃんか。これ私何もしなくても重複できるやつ。待って別に少な降霊させるつもりなかったのに。どれかのウサギを倒したら、重複したことになるみたいですけど、どうやらそのウサギだったようですね。重複後でもウサギの大喧嘩始めないよね。腕章だけ呪力消費400と、他の式神よりもかなり多いんだよね。スクナが降霊してる今のうちに戦っておくか。うわ、やっぱステータスめっちゃ高いわ。しかも特殊攻撃も使えるみたいですね。そんな遠距離攻撃まで使えるのか。これ下手したら特級呪霊クラスの力あるんじゃないの？おー、めっちゃ吹っ飛ばされた。これは風画を使って一気にダメージを与えた方が、呪力が足りないですね。呪力200もないのかい。そっか、腕章を呼び出すときに呪力を400も使っちゃってるからか。これまでいろんな式神呼び出しているので、その影響もありますね。呪力消費にはやっぱ気をつけておかないと、肝心な時に術式が使えないとか普通にありえそうだなこや。特に式神を呼び出すと呪力消費が大きいので、領域展開を使いたいとなると、時間が経たないと使えないですね。むやみに式神を召喚してもダメってことね。よー、強力な式神、腕章重複完了。あとはヤツカの剣以会心章マコラですけど、まだ倒せる気がしません。玉剣は重複済みですけど、一度倒すと、別の玉剣も呼び出せるみたいですよ。おお、玉剣魂も呼び出せるのか。玉剣魂は、攻撃力とスピードなら、特級呪霊にも対抗できるほどだと言われています。めちゃくちゃ心強いんだけど、あの特級呪霊の花見に傷をつける攻撃力ですからね。これは特級呪霊戦では魂を、待って大丈夫なんか倒されそうな感じしてるけど、ゴーン。ならば腕章でどうだ。体力は交流と同じでも、防御力だと負けてしまいます。私も一緒に攻撃しないと腕章も倒されちゃう。私も板取りの術式で応戦だ。いや、でも腕章だけでも十分勝てそうですよ。玉剣魂が頑張ってくれた分も影響したみたいね。よーし、やっぱり腕章強いな。その分呼び出すのにかなりの呪力が必要ですけど、それに見合った強さを誇っていますね。
夜になったので、今宵もひたすら呪霊を払いまくる。そして今回は一級術師に昇格を目指す。より名声が高い呪霊をどんどん倒せば、今回で一級術師になれそうです。一級呪霊来い。マヒトとか城後とかの特級呪霊はまだ厳しそうだけど、一級呪霊なら全然倒せそうだ。お、今の技は何ですか主さん。呪力を今みたいに飛ばす技もあるみたいなんだよ。イタドリの術式は遠距離攻撃がないから、これは使えるね。呪力消費が10と少ないですけど、威力はそれなりにありそうですね。おー、7人がいるじゃん。後々マヒトと一緒に戦うことになりそうだね。その時はよろしくお願いします。え、何今のすごい吹っ飛ばし。待って、領域展開されてるじゃん。また上後かマヒトが出てきたのか。主さん、あそこに見慣れない呪霊が。あれってダゴンじゃないの。マヒトや上後と同じ特級呪霊じゃ。待って、真の姿に変化したんだけど。のわー、私の方に来てるやんけー。まだあんたらと戦う準備できてないんだって。せめて一級術師になってから戦わせてもらうわ。の、クバックがやばい。領域に引きずり込まれたら大変なことになりそうですね。ダゴンも普通に領域展開できるからな。ダゴンは巻いたけど今度は別の資格が出てきた。エソーケチズ兄弟との対決です。ヌエを召喚してこっちも二人体制だ。ケチズの方が耐久力低いからそっちから倒すか。ナイスダメージヌエ。連携がしっかり取れていますね。うおー、ケチズ倒したら一級術師に昇格した。結構早い段階で一級になれたな。これで7人と一緒の階級になれた。そしてちょうどいいところにスクナの指を取り込んだゾンビが来た。スクナのパワーもどんどん上がっていきますね。でもここから特級まで行くのが道のり遠そうだな。お、あれは特級呪霊じゃん。でも特級でも弱い方だから簡単に倒せそうだ。同じ特級でも強さがだいぶ変わりますからね。今度はダットを召喚だ。いけー、ダット。待って待って、狙いが違うよ。ダット、ダット。後半に攻撃をしてくる相手にダットは不向きですね。やはりこの式神を召喚しなくてはいけないようだ。そして私は打撃の術式で番章のサポート。そういえばマイクラの回復ポーションとか式神にも有効なのかな。ゾンビみたいに呪霊にはダメージが入るとかならいいですけど、どうなのでしょう。でも回復ポーションが必要ないぐらい番章が圧倒してるけどね。技のバリエーションがあってどれも威力が高い。最高の仲間ができました。特級呪術師になるには何か条件が必要なのかな。特級呪霊ならさっき倒しの、わー、呪霊操術で出てきてた呪霊だったのかよ。これは戦うしかなさそうですよ主さん。ここでまさかの特級呪術師と戦うことになるとは。勝負だげとうすぐる。スクナになった方が絶対戦いやすいよね。そうですね。そもそも近づくことすら困難なので、蜂を使って距離を取りながら攻撃するのが有効そうです。やっぱり蜂は呪力を持った相手にめちゃくちゃ有効だ。特級呪術師にも効いてるぞ。でも呪霊操術でどんな呪霊を出してくるか。切り札でとんでもない呪霊が出てくる可能性もありますよ。ヤツカの剣界新章マコラみたいなやつが出てきたらヤバい。風画で大ダメージが入りました。領域展開、福間水しで夢にかかりたいけど、蜂をたくさん使ってるから呪力が全然足りない。いや、むしろ蜂で攻撃しまくった方がいいのかも。これいけますよ主さん。あと少しでゲトウスグルを倒せます。動きが早すぎる。蜂がなかったら全然攻撃当たってなかったな。これとどめだー。うおー、特級術師倒したー。さらに特級呪術師に昇格したー。え、結構早く昇格しちゃったな。ということで特級呪術師になりました。セブンでございます。特級呪術師のゲトウさんを倒したんですから、主さんも特級呪術師になるのは当然でしたね。この世界に来た時に立てた目標、特級呪術師になるっていう目標だったんだけど、早くも達成しちゃったな。でも特級呪術師になるのは一つの通過点ですから、これからいろんな目標を立ててさらに強い呪術師を目指しましょう。それもそうだねベル君。強力な特級呪霊も全然倒せてないし、その特級呪霊よりはるかに強い敵としての両面スクナもいるし、五条先生の術式も使いたいしな。そういえばなんで伏黒恵の術式が落ちてたんだろう。自然に落ちているわけないので、誰かが伏黒恵を倒してその術式をドロップしたってことなんじゃないですか。そしたら五条先生の術式を使えるようにするには五条先生を倒さないといけないってこと。いや、五条先生って倒せるん。